で気づいたらショールームの告知告知と一緒になっちゃった。あと2分ですとか言って、あと2分だ。おはようございます。ハッピーニューイヤー、ありがとうございます。教授さん、シアターの女神もおめでとう、ありがとうございます。そう、11位として出させていただいて、11位おめでとう、ありがとうございます。予定あったけどなんとか来れました。大丈夫ですか。もうね、お仕事始まってる方もいるのかな。のぼうさん、明けおめありがとうございます。あ、中吉だ今年ね、全然引いてないんですよ、おみくじも。エアの声も止めに行きたい、ね、今年はもういっぱい出たらその分見に来れる日が増えると思うので、私もいっぱい出ます1日から働いてます。嘘、なんだろう、百貨店とか。わあ、元旦からずっとお仕事でようやく今日休み。あ、そういうね方も、そっか、そりゃそうですよね。だって私も1日じゃないわ、2日とか普通にお買い物行ったりしてて乾燥しすぎて部屋が声がガサガサで、今ちょっとほんとに、こんにちは、こんにちは。福袋何も買ってない。こんにちは。まだ初売りとかも全然行ってなくて、旅行に行ってたんですよ、2日と3日で。野原しんのすけのすけさん、レインボースターありがとうございます。ピンクのクッションめっちゃお気に入りです。お披露目周年おめでとう、ありがとうございます。そう、1日でね、1周年なんですよ。そう、やよみをポーズ、これハート、なんかみうちの手がこうなるっていう、でやよい普通にこうっていういつも旅行どこ行ったん。そう、旅行ね、まあ、今日ちょっと写真をあげたいなって思います。空き家よ、空き家よまだお洋服とかもなんか初売りあるじゃないですか、初売りセールみたいな、行きたいな。やよあみでも嬉しく、やよあみポーズもなんか考えたいな。シアターの目も受注おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。ナナタン、ありがとうございます。そうだ、みうち効果、こんにちは、こんにちは。ピンク担当の方ですか。私多分そうです勝手にピンク担当。リップを塗ります。急、いつも急なんですよ。一応塗って始めるんですけど、なんかショールームって薄くなるかな、だからいつも配信始まってからめっちゃ足してます。時計の音めっちゃ聞こえる。そりゃそうだ、ここに時計があるもん、時計で支えてるもん。あ、そうか、時計の針の音が聞こえちゃうのか。カチカチ言ってますかどうしよう、なんか他のに変えようかな。でも高さがめっちゃちょうどよくてベストフィットなんですよね。時計で支えてるんか、めっちゃ聞こえますか、カチカチ。どうしよう、変えてみよう。なんか筆箱、ペンケース、ペン立てにしよう。時計で支えてたんですよそうか、全然気づかなかった。あ、これでどうですか。あ、シェアしてないし、今気づいた。ツイッター、ツイッターのあのあれも変わってるのかな、壁写に。ツイッターじゃないわ、ショールームだ。そう、傾いちゃう。これ
で新幹線だったんですけど行ったのが、行ったのが旅行に、だからそう新幹線の中でアーティスト写真納得度何パーセント、50% ぐらい、前回よりはいいけど自分のね、なんだろう、顔があんまり良くないあんま良くないです、顔がちょっと丸い。みのりちゃんハートありがとうございます。飛行機の絵文字はね、ヒントのつもりでつけ、もばばにね、旅行行ったよ飛行機でつけたんですけど、味方町さんセンスありがとうございます。そう、あの飛行機マークつけたんですけど、あれヒントのつもりじゃなくて、旅行っぽいマーク、旅行って言ったら変換で出てきたのがあれだったので押しただけで、飛行機新幹線で行ったんですよ私。メンバーは壁車って言うの、これ、え、そんなことないですよ。でも壁車っていう、壁車取るよみたいな言われてるから、自然になんか壁車っていう、あれは壁車っていう認識ですね私たちは。こんにちは。どうですか壁車新しいやつ。羽村市ハッシーチさん、ハートありがとうございます。あれで 50% どうですか。最高にいい本当ですか。今回の壁車はメンバーはそれ選ぶん、今回の壁車メンバーはそれ選ぶんって言ってるメンバー多いね。ああ、そう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 、そうなんです、そう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 。いいのかなあれでよかった。そう、なんか自分ではうんって思っても、他の人とかから見たらなんか別にそんなっていう方多いですよね。ひさぼうさん、かわいい、ありがとうございます。平さん、お餅ありがとうございます。瀬戸志さん、お餅ありがとうございます。風邪ひいてないんですけど、なんかめっちゃ鼻が痒くて、なんでだろう、花粉？え、なんかやばいです、めっちゃ全然読めないコメント、なんでだろう、読もう、読みます。さやかさん、妹さやかさんに会いましたか。お話はできなくて、こう通りすがりみたいなは見れたんですけど、お話はとかはできなかったです全然。そうで、なんかこれは全然鼻、あの猫アレルギーでもないです、あの風邪ひいてない、本物やみたいな、そう本物やみたいな感じしかできなかったです。ちょっと暖房をつけます。あ、暖房をつけたからかな、え、そんなことないよ。そう、なんかみんなびっくりしてて、ハウスダストかな、でも全然そんな、あ、アレルギーの薬にある、でも水がないから飲めない。そう、スーパーアイドルの、そう、目標の方です。乾燥で鼻がちょっとすごい鼻すすってるの気になる。寒暖差、確かに。え、アンジェさんが、家はアンジェ誘ってくれへんですねって、え、ほんまですか、え、嘘、嬉しい、なんかちょっとってなっちゃって、本当ですか、本当ですか。
寒暖差アレルギーかな。ね、あそうか、確かに外めちゃくちゃ寒くて中めっちゃ暑くしてるから、確かに6日の公演みおちいないので代わりに8期生うちわ作っていくね。わー嬉しい。1周年後1周年経ってから初めて公演なんで、ちょっと緊張、まあ、緊張することでもないかもしれないけど緊張します。スケモンさん、バラありがとうございます。バラ教授さん、オレンジありがとうございます。アンジュさんと神戸行きたいですね。兵庫県出身が一緒っていう、兵庫県っていうめちゃくちゃ運命だと思うのでちょっとでも緊張するな、誘うの。いいのかな、アンジュさん、ここ神戸にそうなっちゃうから。カルチャーさん、ハートありがとうございます。しんちゃんさん、リンボースターありがとうございます。推しぶどうアニメとドラマ制覇したよ。わあ、めっちゃ好きなんですよ推しぶどう。推しが武道館行ってくれたら死ぬっていう。確かに神戸ね、アンジーさん神戸詳しそうなんで。こんにちは、こんにちは。新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年はね、まあ、みんなやってる、みんなねうさぎ年で飛躍の年にしたいって言ってるので、私はうさぎ年なんで可愛くなりたいですね今度仲良いオタクたちと淡路島ドラマ行きます。いいな、 DMM 配信おまけの進行がケイトさんだった。ケイトさん、あそうだ、そうそうそう、コジリンさんがいなくて、コジリンさんとか初めて言った、カリンさんがいなくてケイトさんでしたね。どうしようどうしよう、あさって新年最初のナンバー、笑顔かけてみて、あーありがとうございます。あー書き初め、めっちゃ書き初め汚くて、チャムジャム、推しぶどうのチャムジャムは誰推し？レオちゃんです。みんなとコメント被れないようにする姿勢よき、もう何でも褒めてくださいますね皆さん、大好き。この配信に合わせて昼休憩を取った私は、辰本さんを知って名乗っても大丈夫？もう最高タムタムさん、明けおめありがとうございます。休憩に推し編される前にアンジュさん誘う、そうですね、そう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 、わわわわわ、つけたり消したりしてる、これが一番ダメって言いますよね。あゆちゃん、ハートありがとうございます。しろちゃん、なるもありがとうございます。まいなちゃんって言ってた、確かに。でも選べないからいろんな子の名前言ってる、そらねちゃんかなとかいう時もあるし、まいなちゃんっていう時もあるし、あやっていう時もあるし、ゆめりちゃんっていう時もあるし。あゆちゃん、ハートありがとうございます。旧期生の声も気になるね。ねえ、カルちゃんさん、センスありがとうございます。そう、私は鳥年です。次24歳かね、ね、なんのね。瀬戸志さん、レインボースターありがとうございます。おっとりパープル、ゆめり、あゆ
ちゃんセンスありがとうございます。加湿器ね、加湿器いいですね。加湿器あるんだけどどこ行ったのか分かんないくて。こんにちは。同期の中で私が男なら結婚したい。誰だろう。あやかかな。なんかお世話してくれそうだし、24の大人の家もみたいな。確かに大人あんまり見せないんですもんね普段。大人じゃないもんまだ。大人でもいっぱい下が入ってきたじゃないですか、小学生とかが。って考えたら私もう大人だなって、もう来年高校卒業しちゃうし、来年じゃない、今年わー間違えた、今年高校卒業しちゃうし、大人の1年にしますね。今年もよろしくね、今年もよろしくね。もうすぐ成人、18歳、もうすぐ成人、本当にやばいですね。アミちゃんどんな風に見える？アミちゃんは天然可愛い。めっちゃ可愛い。なんか最近アミちゃんが可愛すぎて、最近っていうかずっと可愛いんですけど、気持ち、私の気持ち的にアミちゃんもめっちゃ可愛いみたいな。もうアミちゃん、アミちゃんってあの服のアミちゃんのことですよね。紛らわしいアミちゃん、でもアミちゃんはアミちゃん、この前なんか決めたというか勝手に私が決めたのは、ちっちゃいアミちゃんはアミタン、アミタンで、あの普通のアミちゃん、普通のアミちゃん、普通のアミちゃんはアミチュアン、アミチュアンにします。アミチュアンは可愛い。そう、どっちのってなっちゃうのか。アミチュアンね、同期の方がアミチュアン。来年本当何にしよう。味方長さんお持ちありがとうございます。そう雪のかぶりもややこしい。そうだ、雪のは、でも雪のは雪ので、雪のは雪のっていうか、同期の雪のは雪ので、あのちっちゃい雪の、ちっちゃくもないのかな、なんなら大きいのかな、あの雪のより。あぴょんがハミタン来たから吹くのって、吹くのはなんか距離感じる。アミちゃんですね、私は。雪乃ちゃんって呼びます。雪乃と雪乃ちゃん。雪乃、でも雪乃、雪乃も雪乃って呼ばれてますよね、たまに。そう、田中さんと雪乃ちゃんと田中雪乃ちゃんがいるから、めっちゃ紛らわしいですね。でも田中さんって呼ばなくない？なんだっけ、何しようと思ったっけ。ルームスエラー起こってるんですか動画。嘘、見てみます。わあ、辰本弥生はもう絶対被らない自信ある。辰本も来ないと思うし、弥生も来ないんじゃないかな。来たら結構紛らわしいですね。てかもうやめてください。あ、エラーなってるんだ。あ、じゃあちょっと後でやっときます。なんかマネージャーさんとかに電話じゃない、メールして。でも名字好きじゃないんですよね、だから名字で呼ばないでほしい。あんまり見れてないから、弥生とイルミデートできてない。残念。ちょっと後でにしましょう。イルミデートは声が低くなっちゃう、あの鼻声で。そう、サクパンと、サクパンと
合宿しようって、もうレッスン場にこもろうって言っててこれ決意ですね、私たちの。そうなんです。だから9期のあやみちゃん公園よく入ってたらしいが見たことある。あるのかな。でも多分 B2 公園はそんなになんじゃないですか。どうなんだろう。 N とか N さん、チーム N さん、チーム N 公園とかなのかな。見たことない気がする。来年はある意味年女、辰年か。確かに本当だ。ナナタンハートありがとうございます。そろそろみん大丈夫、大丈夫、大丈夫です。全然誰、アイカさん、アンジさん、ユナさんはあやみちゃんしてた。そうなんだ。じゃあ知ってたのかも。知ってる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 。あやみも絶対アイドルになるみたいなフリップ持ってた。知ってる。あいかさんのペンライト持ってた。今なんかビッドドドガーンみたいな電流走りました。見たことある。そのあやみも絶対アイドルになるみたいな、 NMB 絶対入るみたいな、なんかあいかさんのプリキュアのなんか持ってました多分。そうなんだ。見たことある。私もあります。ずっとバババってきました。今そうなんだ。電流の音独特ですかでもなんかそんな感じ。わあ、そうなんだ。めっちゃじゃあエモい、エモいですね。ね、ひさぼうさんいいね、ありがとうございます。黒い服いいですか。黒い服あんまり着ないよね。黒い服白とかが多いかなって。ピンクか白。ゆうりちゃんお餅ありがとうございます。スケブって覚えてるの。覚えてる覚えてる覚えてる。そう、印象的なやつ。そう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 、あの端的に書いてる、でかく端的に書いてあるやつめっちゃ覚えられますね。小さな女の子めっちゃたまにいますね。いらっしゃってかわいいなって。こっから あの子たちはアイドルになるんだなって誰やねんって感じなんですけど、そろそろランクイン、ランキング、ランキングを読みますね。変わるかな。いや行こう。13位あやちゃんありがとうございます。12位ゆうさんありがとうございます。11位ななたんありがとうございます。10位りーさんありがとうございます。りーさん。9位タイラさんありがとうございます。ありがとうございます。タイラさん、あー変わっちゃった。もう絶対変わないと思ったのにどうしよう。でもあんまり変わってないかな。10位、9位か、9位10位までは今読んだ方かな。9位シロちゃんありがとうございます。8位瀬戸志さんありがとうございます。7位野原慎之介之介さんありがとうございます。6位教授さんありがとうございます。教授さん。5位カルちゃんさんありがとうございます。カルちゃんさん。4位味方町さんありがとうございます。3位ナナタンありがとうございます。2位タムタムさんありがとうございます。タムタムさん。そして1位はのぼうさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。
全員呼ばせていただくことができました。配信ありがとう、ありがとうございます。初見さん、リンボースターありがとうございます。堀内さんありがとうございます。ナンバレティ公演早く出たい、早く出たいっていうか、はい、練習します。新年一発目、ルームスでまた、ルームスでまた会いましょう。ありがとうございました。